はい、では今回はこちらのタイトルで文献紹介をいたします。はい、まあ、こちらが文献の情報になります。はい、まあ、アブストラクトです。まあ、この研究は、まあ、対話システムの自動評価に関する研究で、まあ、既存手法である、まあ、ルーバーと呼ばれる自動評価の手法の単語埋め込みを主に改善したというものになります。まあ、具体的には、まあ、バートを使用して、まあ、文脈を考慮した単語埋め込みというものを獲得しています。で、まあ、実験の結果、まあ、ルーバーよりも人手評価との相関が高いということを確認しています。まあ、イントロダクションです。まあ、対話システムで、しばしば用いられている評価指標にブルーとか、まあ、ルージュとか、まあ、メテオとかなどがあるんですけども、これらは、人手評価と相関が低いということが、明らかになってます。でまた、人で、まあ、正しいその評価をするには、まあ、人手評価が結局必要不可欠なところはあるんですが、人手評価はやっぱコストが高いというものと、まあ、研究論文間の比較が難しいというところがあるために、まあ、信頼性の高い自動評価というものが必要とされています。で今回は、人手評価と相関が高いルーバーと呼ばれる手法が、2018年に提案されていて、まあ、こちらは主に単語埋め込みというものに強く依存しています。まあ、そこで本研究では単語埋め込みの、を改善することによる効果などを確認しています。はい、でまあ提案手法に入る前にまずルーバーの説明を簡単にさせていただきます。まあ、ルーバーを簡単に言うと、まあ、2種類の評価スコアを組み合わせて最終的な評価スコアを算出しているものになります。まあ、リファレンスドメトリックというものとアンリファレンスドメトリックという呼ばれるものがあります。でリファレンスドメトリックの方が、まあ、単語埋め込みのマックスプーリングと、まあ、ミンプーリングから、まあ、分ベクトルを獲得してあげて、それをまあ参照している応答文と、まあ、システムが実際に出した応答文のコサイン類似度で、まあ、スコアというものを出してあげているものになります。でアンリファレンスドメトリックが、まあ、発話文とシステム応答文をそれぞれ入力したエンコーダーをベースとしたモデルでスコアを算出していきます。まあ、このモデルは、まあ、発話応答ペアの整列とネガティブサンプリングしたフレーで、まあ、スコアの予測を学習させたものを使っています。でまあ、今回提案しているものの、まず、リファレンスメトリックの部分になります。まあ、こちらはもう、まあ、単純にそのまま、ルーバーで使ってたワード2ベックから、まあ、単語埋め込みをバートに変えたというだけのものになります。で次にアンリファレンスドメトリックになります。まあ、こっち側が、全体像になっています。で、まあ大きく分けて、3箇所今回変更しています。まず最初にワードエンベディングをする部分と、で次にセンテンスリプレゼンテーションで、最後に、マルチレイヤーパーセプトロンネットワークの、まあ、ロス関数ですねをの大きく分けて3つを、変更させています。まずワードエンベディングの方に入ります。まあ、こちらはさっきの、リファレンスドメトリックと一緒で、まあ、ワード2ベックっていうものをワード2ベックから、まあ、バートに変更したというふうになります。バートに変更することで、まあ、文脈を考慮した単語埋め込みを、利用することができるというふうに筆者らは述べています。で次に、センテンスリプレゼンテーションの説明になります。ルーバーでは、ByRNN、具体的には、まあ、ByGRU を使用したものを使っています。で本研究で提案しているのは、プーリングを使ったものを提案しています。まあ、理由として、まあ、バートでもうすでに文脈が考慮されているため、まあ、ByRNN を使った場合、まあ、必要以上に、まあ、複雑な、センテンスプリプレゼンテーションしている可能性があるというふうに筆者らは述べていました。まあ、すみません、こちら、マックスプーリングとミンプーリングって書いてあるんですけど、まあ、ミンプーリングも、普通に使用しています。で最後に、MLP ネットワークのロス部分になります。ルーバーではランキングロスというふうに名称されているんですけど、まあ、整列とフレーのスコア差を最大にするようなふうに、学習をしています。で、まあ、今回、提案しているのは、まあ、クロスエントロピーロスを使う手法になります。まあ、これは、まあ、このスコアの予測を、まあ、二項分類問題という形に見なしてあげて、まあ、整列を1、フレーを0に割り当てて、まあまあ、クロスエントロピーロスで学習していくというふうになります。はい、で今回使ったデータセットの説明に入ります。でまず、使っているのがデイリーダイアログデータセットと呼ばれるものになります。まあ、こちらは、まあ、1対1のマルチターンの対話データセットで、まあ、このデータセットを、まあ、大きく2つに分割して、まあ、評価対象の対話システムとアンリファレンスドメトリックの学習にそれぞれ使用しています。
で今回評価対象としている対話システムは、まあ、バイアル STM を使ったセクトゥセクプラスアテンションのモデルになります。で、まあ、この対話システムの構築には OpenNMT を使用しています。で人手評価の方は、まあ AMT で収集したものを使っていて、まあ、発話応答ペアを与えて、そのあすいません、なんかこれ間抜けてるんですけど、1から5のスケールで応答の適切さを評価していきます。でこの各発話応答ペアにつき3名のアノテーションというものが付けられています。で次に、単語埋め込みの、設定について説明していきます。ワードツーベックの方が、約1000億語の Google ニュースコーパスで学習、したものを使用しています。まあ、次元数が300です。でバートの方が、33億語のブックスコーパスとウィキペディアで、まあ、英語のウィキペディアで学習したものを使っていて、次元数が768次元になります。で実験結果です。まずアンリファレンスメトリックだけで使った場合の実験結果になります。一番上のこれ、ワードツーベックバイアル NN ランキングっていうのが、まあ、普通にルーバーのアンリファレンスメトリックのものになります。で、こういうふうにやってみると、まあ、一番、バートで、マックスプーリングの、クロスエントロピーを使っているものが、一番、相関が高いっていうことが分かります。まあ、これでおおむね大体筆者らの予測通り、まあ、文脈を考慮した単語埋め込みを使っているのが有効で、まあ、なおかつそのバイアル NN を使わなくて単純なプーリングするだけの方が、まあ必要以上に複雑にしていないために効果的に働いているということが確認できます。で次に、アンリファレンスドメトリックとリファレンスドメトリックを合わせた手法で、比較しています。でここで使っているアンリファレンスドメトリックは、まあ、先ほどこちらの方で一番結果が高かったものを使っています。で、はい、でルーバーと、まあ、提案手法の方で比べてみると、まあ、提案手法の方が、まあ、相関が高いということが確認できます。ただ、先ほどの、こちらですね、こちらのアンリファレンスメトリックのみの結果よりも、こちらのこちらの結果が、相関が低くなっているということが確認されました。でこれは、まあ、このルーバーの元論文との調査結果とは矛盾している点になっていて、まあ、筆者らはこれが、まあ、データや言語の違いに起因する可能性があるというふうにしています。コンクルージョンです。まあ、文脈を考慮した単語埋め込みを自動評価システムに適用した研究になります。まあ、条件によって、まあ、ルーバーのスコアというものを改善することができました。で筆者らは将来的には、マルチターンの評価に拡張したいというふうに述べています。まあ、以上で文献紹介を終わりにします。